プレミアプロ CC のワークスペースについてご紹介します。まず今回のサンプルファイルを開きましょう。プロジェクトを開くをクリックします。プロジェクトを開くダイアログボックスでサンプルファイルのフォルダーからサンプルファイルを選択して開きます。今回のサンプルプロジェクトファイルを開くことができました。ご覧の画面では上部に ソースモニターとプログラムモニターが並んで配置されていますソースモニターではクリップのプレビューや編集が行えますプロジェクトパネルから任意のクリップをダブルクリックするとソースモニターに表示されますまた現在はエフェクトコントロールオーディオクリップミキサーメタデータといったパネルとグループ化されておりタブをクリックすることでパネルを切り替えることができます プログラムモニターは編集したクリップを配置するシーケンスを再生するためのモニターですシーケンスとはソースモニターでトリミングや画像加工などの編集したクリップを配置し並べていく時間軸のようなものですこのシーケンスについては後ほど詳しくご紹介しますシーケンスはタイムラインパネルに表示されますここにクリップやタイトル、静止画、BGM など ムービービを構成する素材がが配置され、その結果プロジェクトの素材を管理するのがプロジェクトパネルです現在はプロジェクトパネルはメディアブラウザーやエフェクトマーカーヒストリーといったパネルとグループ化されておりタブをクリックして切り替えられますプロジェクトパネルグループと タイムラインパネルの間に配置されているのがツールパネルですタイムライン上でのクリップの編集に使用するツールが用意されておりクリックして選択することで切り替えることができますこちらにはオーディオメーターパネルがありますクリップなどのオーディオレベルがメーターに表示されますプレミアプロでは 特定の作業に適したレイアウトのワークスペースがいくつか用意されています。ウィンドウメニューを開き、ワークスペースにポイントすると、エフェクトやカラー補正といった編集の目的に応じたワークスペースが用意されていることがわかります。例えば、カラー補正を選択してみましょう。ワークスペースのレイアウトが大きく変化しました。このように、目的の作業に適したワークスペースに切り替えることで、 効率的に編集作業が行えるのですワークスペースを切り替えますワークスペースのメニューから編集を選びますグループ化されているパネルはタブをクリックして選択することで表示を切り替えることができますタブに表示されている閉じるボタンをクリックするとパネルを非表示にできます再び表示させたい場合は ウウィンドウメニューから表示させたいパネルをクリックして選択しますパネルとパネルの間にカーソルを移動させると形が変化しますそのままドラッグするとこのようにパネルのサイズを自由に変更することができます特定のパネルまたはパネルグループのドッキングを解除してフローティング化させることもできます パネルメニューを開きパネルのドッキングを解除をクリックするとパネルがフローティング表示され自由に配置することができまたウィンドウの大きさを自由に変更できます再びパネルをドッキングさせるにはタブの部分をクリックしたままパネルをドラッグし任意の位置でドロップしますまた各パネルグループ内でタブの部分をクリックしたままドラッグすると パネルの順番を変更することもできますこのように作業環境や目的に合わせて自由にワークスペースをカスタマイズできますワークスペースを元のレイアウトに戻すにはウィンドウ・ワークスペースと進み現在のワークスペースをリセットを選びます表示されたダイアログボックスではいをクリックします選択されているワークスペースがリセットされます ワークスペースのレイアウトは自由にカスタマイズでき、さらに保存することができます。ご覧の画面は、編集ワークスペースのレイアウトを変更したものです。こちらのワークスペースを保存してみましょう。ウィンドウ、ワークスペースと進み、新規ワークスペースを選択します。新規ワークスペースダイアログボックスが表示されますので、名前を入力します。 OK をクリックします。確認してみましょう。ウィンドウ、ワークスペースと進みます。今保存したワークスペースが一覧に表示され、選択されていることがわかります。では一旦、別のワークスペースに切り替えます。もう一度ワークスペースのメニューを開き、現在のワークスペースをリセットを選択します。 表示されたダイアログボックスで、はいをクリックします。初期設定のワークスペースに切り替わりました。では、改めて先ほど保存したワークスペースに切り替えます。ご覧のように保存したワークスペースを呼び出すことができました。カスタマイズしたワークスペースを削除したい場合は、一旦別のワークスペースに切り替えます。 ワークスペースのメニューからワークスペースを削除を選択します。名前のリストから削除したいワークスペースを選択します。なお、この時、現在表示されているワークスペースの名前は表示されません。OK をクリックします。ワークスペースのメニューを確認します。先ほど保存したワークスペースが削除されていることがわかります。ご覧のように、 プレミアプロ CC のワークスペースは自由にカスタマイズすることができまたワークスペースを保存しておくことでいつでも呼び出すことができます。